さあ、月刊アースカプラス7月号、先生、よろしくお願いいたします。いやー、お化け屋敷の季節ですね。お化け屋敷の季節、はい。暑くなってきましたもんね。お化け屋敷よりも怖いことを教えてあげたいなー。教えてほしいなー。ということで先生、今日はどんなお話を教えてほしいんだ。はい。知らないよ、どうなっても。聞きたいです、聞きたいです。今日は何についてのお話をしていただけるんですか？恐怖のマイナンバー。え、今更の頃のマイナンバーですか？今更？はい、結構ね、問題になって、あ、でも最近またちょっと言われてるかなと思いますけれども。こんな約束破りがあっても今さら。え？マイナンバーカードを作るとき、一番最初、あ、今なんか、ユーマが、ユーマが。はい、何かの前触れかな？おぉ。恐怖の大王が降りてくるんですね。恐怖の猫ちゃんが降りてきたか。はい、うん、なんかや優しいモードに変わってきた。いいですね。気をつけないと。はい。月刊アスカプラスはそれじゃダメでしょう。そうですね。怖がらせないと。実はみんな全然ボケてるけど。はい。最初自民党は保険医療関係その他の全部そういうのをリンクさせないって約束してたはずなの。あれ、そうでしたっけ？今なってますよ。それが今急にコロッと手のひら返しをしてる。この、ああ、そう言われればそうかもしれないですね。なんか急いでますよね先生。なんで急いでるかってここが問題なんだ。あんだけ、ね、最近マイナンバーカード、マイナンバーで他人のやつがもうどんどん発信されちゃって誤操作いっぱい起こってるのにもかかわらず、自民党はケッと言いながら全然関係なく押し通しましたでしょ。そうですね、かなり強引というか、その全ての医療データがマイナンバーで全部統合されるんですよ。医療データがマイナンバーと統合されると。そうそう、保険証ってそういうことですよ。カルテも全部統合しますから。保険証は保険証を使った結果でしょ、はい、そういうことは病院に運び込まれた、入院した、どうやって死んだか、どういう症状かも全部マイナンバーカードでアメリカが把握できます。ということは詳しい。どうや、はい、だから早く通さないと何してんだっていうことで、日米合同委員会でアメリカ軍が自民党の決を蹴飛ばしてるってことです、うん、ロックフェラーが欲しがってんですよ。アメリカの医療のあらゆる病院 CDC も含めて握ってるのはロックフェラーですからね。はい、ただ逃れる方法はまあちょっとあるんだよ。でもこれはもう日本人は言うこといかないでしょうね。自民党命だから勝手にバタバタ死んでいくでしょう。じゃこの辺の続きは本編っていう形になっちゃうんでしょう先生。こんなの序の口だよ。わ、知らないよ、無限寺あるかな。え、来月ですか。凄まじいレッドゾーンが待ってるかもしれない。レッドゾーン、詳しくは本編で。レッドゾーンいつなんですか先生。見てます、無限寺が無事に乗り切れるかどうか。あっとなるか。ちゃん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 ですか先生。いつなんですか、いつやばいんですか先生。詳しくは本編で。